楽天、東海。お疲れ様でした。ひでえ終わり方。しかし何年かかるかな。先発投手立て直し。まあ今井から4点も取ったわ。もう中島だけでなんとか生きていけるわ。中島は今井とめちゃくちゃ相性良いな。ホームランも打ってるし。中島見どころをありがとう。唯一の光や。クソ試合の大大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 大高田よやっとるやん。高田安田頑張ったよ。別にすごいボール持ってるわけでもないのに、のらりくらり抑えイニングを稼ぐ高田。こじゃ全然ダメだったな。これも経験だ。悔しさを力に変えろ。こじゃこれ、こじゃも2軍に降格してポンセ昇格する最悪のケースあるわ。炎上 P がぐるぐる回ってるだけやな。先発がこけるとドツボにはまる球団。4点台間近のチーム防御率で A クラスってどうやって実現するの？教えてほしいんだけど。防御率4点台前半ならまだ悪くないなと思ってしまう。初年度なんて6点台だったかな。中島猛打賞、マスターホームラン、高田無失点と無理やりポジっていく。明日の滝中はまた6、7回イニング食ってくれ。